ンレンズは栃木 SC サポーターをご紹介します。俺鈴木茂です。サポーター歴としては僕は10年以上10年以上のサポーター、うん、一応栃木 SC が、県リーグの、うん、最終年の時からやってる。まあ一番はなんか魅力っていうのは、まあ、まあ地元愛っていうか、やっぱりこうそれがまあ一番だと思ってるから、まあこう何が魅力って言われるとやっぱりこう、うん、栃木に存在してるってことが一番の魅力。うん、栃木にあるチームっていうか、うん、自分たちのチーム、自分のチーム、うん、俺のチーム、うん、はこう自分たちのこう町のチームをこうもう自然に、うん、まあ愛して。うん、応援するっていう、まあ、それがやっぱりこう、まあ、一番なんかこう魅力というか、うん、まあ、みんな そういう風に感じているところじゃないかなと思うけど、うん、今日は働くぞ。まあ、リーグ元年なんで、まあ、来年はぜひ今日優勝して もっと上位に行けるように頑張りましょう。よろしくお願いします。絶対優勝します。応援に来たので絶対勝ってください。お願いします。と川原選手のファンです。今日も頑張ってください。クソスなんかに負けられない。おーみんなみんな頑張れ、みんな頑張れ。そうなんです、あのキャサリンが愛を送るんで、あキャサリンって言うんですけど、キャサリンが愛を送るんで愛のパワーでぜひ6-7点くらいもう決めちゃってください。私も頑張ります。みんなも頑張ってください。頑張ってほしい。もう企画担当だけで優勝してほしい。まあダービーなんでね、うん、まあ個人的にはもうタイトルがこうどうのこうのっていうのもあるけれども、タイトルがどうのこうのっていうよりやっぱりこう草津に負けたくないっていうのは、うん、やっぱり群馬に負けたくないじゃん、うん、やっぱりゴール裏はみんなやっぱりそういう感覚があると思う、うん、まあ結果ねこう草津に勝ってこうタイトルがついてくると、まあ、そういうのがこう一番理想かな、考え方としては、うん、そういうふうに思ってる、うん、2009年12月5日土曜日、ついに迎えた J2 最終節。北関東ダービーの優勝が決まる大一番ということもあり、アウェーにもかかわらずおよそ840人もの栃木 SC サポーターが駆けつけました。会場と同時に着々と応援の支度が始まります。朝7時には出発したというコールリーダーの鈴木茂さんは、最後まで絶対に諦めない、最後までできることをやる、俺は、いや、俺たちは、栃木 SC のためなら何でもやるからと、熱い闘志をメラメラとみなぎらせていました。栃木最高！勝ちます！勝つぞ！どんなサポーター。いやでも栃木の夏はみんな、うん、もう純粋で、うん、熱くていいやつばっかりです。まあ、実際ね僕もこう一人じゃやっぱりこう応援してたって迫力もないし、うん、やっぱりこうみんながいて、うん、初めてそういうのがこう成り立つわけ。その中で僕もやっぱりこう助けるとこは助けたいし、また僕もやっぱり助けられてるとこは助けられてる、うん、そういうのみんなこう無視に打たれつ、うん、まあみんなやってんじゃないかな、うん、いっぱいある、うん、もうとにかくね、あのテレビだったり新聞だったりっていうところでしたね、関わってない人っていうか見たことないっていう人は本当に、まあ、1回でまず1回ね
1回でいいから本当にまず競技場にこう来てほしいっていうか、うん、でそれでこうまあ、うん、あんまり面白くなかったなって言ったら、うん、やっぱりこうサポーターのこうパフォーマンスも含めて、うん、まあ魅力がないんだなと、うん、僕たちもまたこう改めてね、うん、こうまたまあ一層努力するというかね、そういうものもあるだろうし、うん、でもまあ一回ね来てくれた人は僕たちもやっぱりやっぱなんつうかな、またこう一緒の仲間になってね、うん、まあ一緒になって応援していきたいっていうのが僕もそうだし、僕の周りもみんなそういう風に望んでるから、うん、だからとにかく一回来てね、うん、もう本当遠慮しないで、もうゴール裏にもう来てもらえたらね、僕いつでも待ってます、いつでも待ってます、うん。